お茶わさびです。ってあれ？どうしてゆっくりボイスなの？うぷ主の声は？そう思った方がほぼ 100% だと思います。私ことお茶わさびは、新年早々やらかしました。そうです。実況音声を録音してなかったのです。なんというか、今年は何かありそうで嫌な感じがします。ああ、どうかこれ以降は安泰であってほしい。というわけで、パート12はゆっくりを代用して、実況していこうと思います。この音声に慣れていない方には本当に申し訳なく思っています。ちなみに、いつも通り、イベントシーンの時は静かにしておりますので、ご安心ください。さてさて、前回はダンジョンに潜入したものの、例のごとく謎解きで積んでしまいました。そこを乗り越えるのが、今回の収録の最大の難関ですね。前回はいいところまで行けたんですが、正直、水を排水したり注水したりするところから、若干迷走しておりました。それに追い打ちをかけたのが、あの壊れたスイッチです。あのスイッチ、どうやって壊れたんでしょうね。壊したのならちゃんと直していってほしいですよ、まったく。なんでこんなところ通れちゃうの？ということでですね、実はこんなところが通れちゃったりするんですよねー。なんで通れちゃうの？さっきまでの、俺の苦労は、一体。お、これでようやく、先へ進めるようになったようなので、進んでいきたいと思います。今、横にも行けるところがありましたが、後々ちゃんと行きます。関係ないですが、動画が始まって2分しか経過していないのに、早くもゆっくりボイスを入れるのが面倒になってきてしまいました。自分の音声があることのありがたみを、編集中にひしひしと感じましたよ。てちょちょちょ、オークさん邪魔ですよ。奥の宝箱取らせてくださいよ。というかここ、なんでこんなにイカついて敵ばかりいるんだよ。警備厳重すぎ、わらわら。もっと楽しませてくれよ。という感じで、戦闘は驚きの4倍速でお送りさせていただきます。なんでそんなに短くするかって？だって戦闘は下手くそだし、何より尺を短くすることができ。なんとかリスポーン。キルログを見ると、バナナでのヘッドショットで殺されたようですね。バナナでヘッドショットって、お前まさか。もうチートやチーターやろ、そんなん！キバオー、無茶しやがって。お前のことは一生忘れることはない。かもしれない。さてさて、先ほどの横の道に行ってみたいと思います。とりあえず、スイッチで進路を変更し、3番のバルブを閉じて、目ぼしいものがないか探してみましょうか。では、早速探していきますよー。宝箱はどこかな？お、早速発見。どうやらこれだけのようですね。なんだか物足りない感じもしますが、一つでも見つかったのでよしとしましょう。
それでは、今手に入れた装備を、早速装備してみましょう。これで防具台がちょっと浮きましたね。わら。本来であれば、ここでいろいろ喋っていたんでしょう。しかし、今の状況においては、ただの尺伸ばしのシーンにしか見えませんけどね。それでは、先に進んでいきましょう。パイン組？見たことない組ですね。お、ついに 60% 回復アイテムのご登場ですか。今はまだ1個しか持ってないので、複数手に入れたらぜひ使ってみたいですね。次は、さっき開けた扉へ行ってみたいと思います。変なところに出なきゃいいんですけどね。あれ？どうやらここは、ショートカットとして使うっぽいですね。これは嬉しい。まあ、もう二度と来ないと思いますけども。続いて、二つ目の扉にも行きたいと思います。どうやら、横にも移動できるみたいですね。てっきり、ここの扉が次のステージに進むところだと思ったんですけど、どうやら違うみたいです。とりあえず、横が気になるので、そちらに行ってみることにします。ポチッとな。うわ、どっちから行こうか、迷うなぁこれ。今開いた方は、道中にあるので、そちらに先に行ってみますか。トカゲの皮かよ。はい、ということで、無事到着しました。それでは、ちらっと向こうの様子を見てきましょう。なんか電流流れてますけど、ダメだ、でしゅー、でしゅー。このダンジョンって、電流が好きなのかな？誰かが否定しても、俺にはそうとしか見えないんですけど。というわけで、ここの扉は一旦放置し、二つ目の扉の方に行きたいと思います。ということで到着しました。さて、中はどうなってるのでしょうか。また電流かよ。仕方がないので、電気でもぶつけてみましょう。なんだか、というよりやはり、意味はなさそうですね。これはどうしたら解除できるんでしょうかね？といった感じで、今回のパートは終わりにしたいと思います。しばらくこんな状態でテイルズは更新していくので、あらかじめご了承ください。それでは、ご視聴ありがとうございました。